頑張れ頑張れリンク頑張れリンク、もうちょっともうちょっと頑張れ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 、あスタミナがやばい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 。どうもこんにちは、黒ネタです。ゼルダの伝説スカイウォードソード HD 続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回聖なる炎についていろいろと話を聞いたり謎解きをした結果、試練を乗り越えなきゃいけないということなんですよね。なんで今回は2回目のフィローネの森に向かおうと思います。じゃあそこですね、行きましょう。よっ、ロフトバードで森に行って、その試練の入り口を探すのが最初の目的になるのかな。いやー、そこの森に行くのも懐かしいね。さあ、あとちょっと、おい、行きます。あ、これどこ降りればいいんだ。あー、森の入り口、どこがいいんだ。神殿、いや、こっちはさすがにか。ってことは、まあ、試しに、神殿前、降ります。よいしょ。OK、到着。マスター、リンクに報告。このエリアで試練の入り口のオーラを感知。あ、そうか、ダウジングがあったか。特定できれば、歌島で覚えた歌、フロルの勇気がマスターを導くでしょう。なるほど。ってことは、ダウジングだから、こういうこと？あ？あ！近いのでは。向こう側っぽいね。あれ、かなり向こうかい？こっち側を指してたんだよね。ってことは、あー、高見台のあたりとかかな。じゃあ念のためにこの辺に。戻りすぎかもしれんけど。まあ、そしたらまた空に戻ろう。そんなんでいいのかよって話なんだけど、よいしょー、到着。で、ダウジング。あ！近いぞ。この下？あの辺か？あ！これじゃね？よいしょ。あ、蝶々が飛んでるということは、奏でる。あー、やっぱここだわ。で、試練って何をするんだい？あ、またこれか。意外と緊張すんだよな。あと少し。来た。マスターがハープで奏で、ファイが歌ったフロルの勇気に反応し、リーフの出現を確認。これが歌島の女神像が告げた試練への入り口である確率 90%。 でリーフの中央に立ち、剣を大地へと捧げてください。 OK、 ここ立って構える。よいしょ。あ、これ！あ、これやばいやつだ！あ待って、思い出した！これ、なんだっけ？サイレンじゃない？マスター、リンク、
Wi-Fi は音もすることができず、マスターの心に直接呼びかけています。出たー。そこは女神様より選ばれし者だけが入ることができる精神の世界サイレン。やばー、これくっそ難しいやつだよね。その心でもマスターの心を司る試練、フロルのサイレンです。マスターの精神は一度肉体を離れ精神の試練を受けるのです。剣を鍛える聖なる炎を見つけるにはこの試練を乗り越え、マスターの心の成長が必要なのです。うわー、思い出した。精神の器、リンクの心を表す不思議な植物、なんか集めるんだよね。それは精神の器です。その器が満たされたとき、試練を乗り越えた証となり、マスターの心は成長するのです。そして女神様より新たなる力を授かることができるでしょう。精神の器を満たす方法は、この世界に散らばっているフロルの雫を集めることです。結構あるんじゃなかったっけ？今マスターの正面にある輝く物体、これが、うわ、フロルの雫です。これを15個集めてください。しかし、ただ集めるだけではなく、ここには試練たる存在がいます。いや、これなんだよね。さっきから後ろをうろついてはいるんだけどさ、その場から一歩でも出れば、守護者と呼ばれるものがマスターを追いかけてきます。いや、これこれこれ、うわー、懐かしい。もし守護者の攻撃を受けてしまうと、一撃でマスターの心は砕かれ試練に敗れます。うわー、いた。攻撃を受けることなく雫を集め、精神の器を満たしてください。いやー、理解はしたけどさー、マジかよー。イエスマスター。ではファイは外の世界にて帰還をお待ちしています。戻れるかな。マスターに女神の加護があらんことを。まあ、やるしかねえか。動き出したー。取った。はいはいはい。フロルの雫を手に入れた。聖なる力で守護者の動きを90秒だけ止めることができる。15個すべて集めると試練を乗り越えられると。これさあ、あとどこあったっけ？マップとかって、あー、見れないね。この上ってなかったっけ？光の実、雫の位置に30秒間、あー、はい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 、のろしが見える不思議な木の実、これだ。これを取りつつだ。取った。でよいしょ。次あれだ。で、見つかるとまずいんだよね。よいしょ。取って、あ、そっちか。よいしょ。飛び移る。よいしょ。頑張れ、頑張れ。はい、OK。取った。で、これなんだっけ？うん、マスターリンク。触れたらアウトだっけ？そんなんじゃなかったっけかな？あ、シラレね。特別な領域です。そこに足を踏み入れると、守護者たちにマスターが即座に発見されます。ここにはこうした領域が各所に存在します。足元にもお気をつけください。だから、こういうとこだね。いや、意外にさ、こういうのがさ、難しいのよな。よいしょ。で、あれか。取りました。下くぐります。いるね。取った。あっちだな。よいしょ。よし。頑張れ、頑張れ。で、次はどう行けと？そこにもある。一旦これ取って、
これも取って、あの上かな。あ、しまった、こっから登れない。やばい。時間を無駄にした。急げ急げ。取ります。落ちないように。リンク頑張れ。頑張って。オッケー、取った。で、これは降りていいかな？で、なんかあるね。あ、オッケー。あ、闇の勾玉。オッケー、アイテムゲット。で、気をつけて。当たらないように。で、これ取って、これも取って、よいしょ。あ、なんで降りた？よいしょ。これ取って、これ取って、あそこにもあんのか。あ、この下か。よいしょ。なんか効率よく取るためのルートとかあった気がするんだけどね。あ、なるほど。今のうちか。オッケー。で、のろしも取って、あ、まずい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 。おーしょ。で、あとはどこだ？降りて、登って、あ、スタミナがやばい。落ち着いて。こういうのは意外と、きたー！すべて集まり、リンクの心が成長した！一発クリアあ、手汗やべえ。外の世界に出るまで試練は続く、成長の証を授かるため、気を引き締めて入り口まで戻ろう。あ、そうか。まだ終わりじゃないのか。それをどうや、待って！向こうですか？それは向こうで合ってますか？あ！あ！あ、やべ、これ触れちゃったな！まずい、まずい！あ、しかも上がれねえ！あ！やば！やっちゃった！やっちゃった！あー、これやっちゃいましたね！あ、もう一回触れてやろう！やばい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 。やれ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 。頑張れ頑張れリンク頑張れリンク。もうちょっともうちょっと頑張れ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 。あ、スタミナが。やばい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 。うおーやー、よっしゃー。あぶねえあぶねえ。あー、完全に油断した。あ、出た！水流の露光！水に潜ったり、疲れたな。スピン泳ぎが可能になる女神が残した、三種の神器の一つでーす。はーい。あー。あー、マジも。はー。まあ、何やともあれクリアですよ。おめでとうございます、マスターリンク。マスターは試練を乗り越え、剣を宿す聖なる炎の在りかへ向かう力を手に入れました。それは良かったです。その水流の鱗は女神が残した神器の一つ。水の大精霊、水流の力によって、水中を自在に泳げるようになります。炎はこの森のどこか、マスターがまだ足を踏み入れていない場所に眠っていると推測できます。どこですかそれは。てかさ、普通に後ろにいんなよ。久しぶり。キュー、玉露。お、お前さん、水流様の鱗を手に入れたのか。キュー。それを持つ者は水中をまるで竜が空を飛ぶかのように泳ぐことができるようになるそうじゃ。この森にもお前さんがまだ行ったことのないところがあるじゃろう。その鱗を使って、鱗の力を使って探してみたらどうかの。
はっはっは。ってことだね。水中？あー、こことか？かーな。さすがにここじゃないよね。まあ、いや、一旦ここを刺して、というか、さっき落ちたとこだな。はいはいはい。あー、泳げるね。はい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 。一旦埋めてて。あ、ここだっけ？あ、いけそう。あ、合ってるっぽいな。頑張れ、リンク。頑張れ、リンク。これに触れると酸素が回復、あ、だね。はい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 。いいね。泳ぎもできちゃう、リンク。よいしょ。意外に操作が難しい。なんかカメラがちょいちょい下に向くんだよな。ここかい？まーった、謎解き要素がありそうだね。とりあえず、陸地へ。よいしょ。OK。んで？あー、ここか。ほっ！あ、ギリギリ！あ！邪魔なとこにいるな、お前は。邪魔だな。ほい！あ！えぇ？自殺？いや、確かにあの位置だったら爆発食らうだろうけどさ。だからって落ちなくても。でだ、これさすがに遠いよね。あー。あ、なるほどー。ほっ、おっと、待って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 。どけなさい。行く手を阻むんじゃない。ああ、待って、後ろにいるのは聞いてないよ。待って、後ろ向いて、後ろ向いて。ほい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 。横にもいる。よいしょ。俺邪魔だ。ああ、待った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 。ああ、まあ敵も来んのかよ。来ねえんか。よいしょ。揺らして、今か。オッケー。よし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 。んで、ああ、そっちかな。うわー、盾持ちいるわー。あ、あんなところに、これ届くかな。構えて、ああ、ダメか。登れるかな、一応。あー、あー、いや、いけそうだな。なら、構えて、スカイウォード、ソード。で、もし、こっから駆け上がって戻れない場合は、また水中からって感じなのか？いや、さすがにリンクだったら、いけない。マジかよ。なんとか戻ってきました。意外と道のりが長い。落ちたら面倒だな。で、こっちか。おー、待ってよ、ちょい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 。そういうのよくねえぞ。おい。そうだった。ここは森だ。雲ぐらいいるよな。ちょっとさ、マジその難しい上に、あーれ、そこにもいるんですね。そこにもいらしてるんですね。あの、この難しい上に心臓にも悪いギミックやめてもらっていいかな。すごいとこいたな。あー、フックビートル。
はい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 。うれ、わかめが。よし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 、これで安全にいけるね。まあ多分かわしながら行くこともできるんだろうけど、よいしょ、落ちたらまたここ来なきゃいけねえからさ。よいしょ、なんだ、あーうそ、あれ邪魔だね。いつどやの蜂の巣、こら、あれ、話が違う、取ってやろうかお前。あ、取れた。でくスズメバチ、いけるんか。ほれ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 、かかってこい。どこ行った、もう OK？ あ、でまたいるのかよ。この辺、あ、よしよし、よいしょ、落ちたかな。なんかさ、いびき聞こえない？やおやおって聞こえるんだけど。よいしょ、この上か。上行って、よいしょ、降りた。あ、で回復取って、こっちだ。モリブリンか。あれどうやったっけ。あ、あ、違うかな。あー待って、うわマジかよ。あ、でも盾壊れたね。これを繰り返せばいけそうだな。ハラ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 。あ、待って、危ねえ。あ、待った、今のうちに。絶対正しくない。あ、でもいや、一旦セーブしよう。はい、セーブ完了です。やっぱ困った時はご両親だな。よし、バカめ、俺だって成長してるんだよ。こんなところにいるんじゃねえ。あ、で上がってこいや。あ、ここいないか。よし、まだいるよね。よし、こんなもんかな。ここはただ飛び込めるだけかな。あ、やっぱ上から聞こえるな。やおやお言ってるけど。あ、待った、なんか虫いるんじゃんこれ。これってどうやって捕まればいいんだ。あ、登っちゃったよ。あ、逃げたし。下からパチンコで落とすとか。木の上へと登りきりました。ここから見渡せばこの森でまだ探索していないところを見つけることが可能と推測。あ、マスター、あれはこいつか。新種のキュイを発見。先ほどからしていた音があのキュイのいびきである確率 90%。 やっぱいびきなんだ。おい、あいつは何やってんだ。どうにかして起こせばいいということかい。
さすがにダメかな。あ、キュー、誰じゃ、わしの眠りをお邪魔するやつは。おお、これは珍しい。お前さん、人間じゃな。わしはこの森を見守り続けておる貴族の仙人じゃ。どうやってここまで来たかは知らんが、お前さん、わしの姿が見えるのか。ああ、見えるよ。ほほう、最近では同じ貴族でもわしの姿は見えんというのに。して、人間がわざわざこんなところになんか用かの。炎はどこ？ほほう、大事な人を探すため剣を鍛える炎を探しておるとな。ふーん、わしの姿が見え炎を求める人間か。今からわしが話すことを決して誰にも言わんと約束できるか。あ、いいよ。長いのかな。この喋り疲れるんだけどな。よし、それなら教えてやろう。みんなには内緒だぞ。お前さんの探しておる炎とは、おそらくフロールの炎のことじゃろう。フロールの炎、それは遥か昔、女神様がおられた頃のこと。このフィローネの森を治める大精霊、水流様に授けられたものじゃ。何やらいつの日か空から来る者のために女神様が残したものだという。ひょっとするとそれがお前さんなのかもしれんな。いいじゃろう、水流様に会ってみるかい。それはどこだ。この森の南にあるとても大きな湖、そこに炎を守る水流様がおられる。しかしその湖に通じる門は、よからぬものが入れぬよう固く閉ざされておるのじゃが。なんか月みたいなマークがあるね。特別にお前さんに開き方を教えてやろう。門に刻まれた模様、これに女神の力を注ぎ込むのじゃ。ただし、その模様には欠けているところがあり、それを満たさなければならん。欠けた部分がどんな形かを知るには、門と同じ模様を探す必要がある。どこだそれ。あ、南の対になるのは北じゃ。この松の近くを調べてみるがいい。どこ？あ、ここ？ほい。どうじゃ、模様の場所は覚えたか。オッケー。それじゃあ気をつけての。ちょっと待て、言い忘れてたが、水流様はとても気ぐらいの高いお方じゃ。くれぐれも失礼のないようにな。機嫌が悪いといきなり食われたやつもいるくらいじゃからの。ほん、わしがフロールの炎のことお前さんに教えたって絶対に言うなよ。わし、まだ食われたくないからの。せいぜいお前さんも、言動に気をつけることじゃ。わしはまた一眠りするわい。それじゃあの。はい。長えな。なんとか喉は持ったが。多分ここだよね。ここに向かえってことだから、まあ、下に降りてぐるっと回ってここだね。まあ、ちょっと見に行きましょうか。高えな、おい。よいしょ。あっ。あ、待った、待った、待って、どこに、どこに。あぶね。あ。なるほど、これ戻ってくるとこ、時に、女神キューブに触れれば、いちいち上がってくる必要性はなかったんだね。なるほどね。で、バツ印はここだったけど、あ。あー、これか。なんか、三日月二つに、丸、満月かな？まあ、それが加わったマークだね。オッケー、マークは覚えた。で、これで、ここか。ここに向かえばいいのか。で、ここだ。あ！お前は、これ。よし、オッケー。で、
これをどうしろと？スカイウォード？スカイウォード、あ、剣で描く、あ、あ、また、こういうこと？こんなんで大丈夫かな？どうだ？いいんだ。きたねえ、縁だったけど。オープン。まあ、ざっくり形が合ってればいいんだろうね。ててててん。マスターリンク、この先の湖に炎がある確率 80%。オッケー。で、あー、こっから行けということかい。よいしょ。あー、綺麗な飛び込み。いやー、すごいね、フロリア湖。あ、地図が更新。フロリア湖、もう端っこだね。うわ、広で、あ、こっち行けばいいのか。あ、もう水の流れが強いからほぼ勝手に動いてるわ。あ、いいね。よいしょ。綺麗なとこだな。お、こいつなんだっけな、ラゲー。ゲ、また人間がやってきた。ここは無視して気がつかれる前にいなくなろう。させるかよ。待てって、おい。早えな、おい。お前、早いって。よいしょ。俺、待たんか。おい。あなた、しつこい。これ以上ついてきたら水流様に言いつけるよ。あ、いいとこ空いてるね。ふう、ここまではさすがに入ってこれないだろう。悔しかったらここまでおいで。意外といけるのでは？あ、いけないと。なるほどね。あー、じゃあまあどうにかしてそこに入る方法があるわけだ。これは、あの辺にいるやつはなんか知らないか。おい。おお、こんなに深く潜れる人間がいるなんて。もしかしてスピンとかできる？あったな。あれ、スピンってどうやったっけ。あ、なんか出た。 L 押し込ん、あ、L か。 OK、閉じます。左スティック、あ、これだ。 OK、 てててて、あったね、こんな操作。げえ、なんてこった。人間のくせにそんな技が使えるなんて。あれ、それ水流の鱗と、ということは水流様が昔言ってた女神様に導かれし死者。あ、もしかしてあなたなら水流様を救えるかも。どうした？実は少し前のことですが、変な奴と魔物が現れて水流様を襲ったのです。水流様すごく強くて、ほとんどの魔物を食ってしまわれたのですが、あまりにも数が多くて、その変な奴にやられて怪我してしまいました。怪我を治すには何でも水が足りないとか。ぜひ水流様に会ってお話を聞いてあげてください。私が水流様のところまで連れて行ってあげます。ありがとう。で、そっち、あ、待って、息が、よいしょ。あ、で、アイテムも欲しい。オッケー。で、まあ時間的にはなかなかいい感じだから、一旦そっちに行ってセーブポイントがあれば終わりた、あーた終わりたいとこなんだけどね。よいしょ。あ、あるじゃない。あれ、ここで待ち合わせしてた仲間がいない。
しかも岩が、ん？岩で道が塞がれてる、どうしよう。なるほど。まあ、その前にだ。セーブポイントあるんで今回ここで終わっときましょうかね。あ、これさ、一旦さ、あ、ちゃ。一旦上に戻れね。どっか地上に出たい。ああ、行けたわ。足場はなさそうなんで今回はこの画面でお別れしましょうか。では次回はこの続きからやってきますんで、よかったらまた見に来てください。ご視聴ありがとうございました。